はい、皆さんこんにちは、和仁です。今日はね、まずちょっとこれ聞いてください。物事を熱狂的に望む群衆は、それを長期間にわたって望むのではない。群衆は思考力を持たないのと同様に、持続的な意思をも持ち得ないのである。これネット上の現代人そのものじゃないですか。熱狂への渇望、思考力と持続力の欠如。最近話題のル・ボンによる群衆心理からの一節なんですね。いや、この本すごいですよね。さすがね、歴史上の指導者たちが愛読しただけはありますよ。もう群衆心理の本質がズバリ使えてる。あのヒットラーもね、群衆を支配するためにこれ読んでたらしいですからね。早速ね、紹介していきたいと思います。もう役立つこと満載ですから。まずね、この本がすごいのは、なんといってもこの現代にも通ずる普遍性ですよね。ル・ボンのね、生きた時代っていうのはフランス革命のちょっと後ぐらいですから、当時のね、群衆っていうのを想定してるんですけれども、今のね、ネット民、現代人にも当てはまることいっぱいあるんですよ。これね、あえて大衆じゃなくて群衆というふうに表現しているのは、単なるこう、烏合の衆じゃないっていうことですよね、群衆っていうのは。群衆の場合は、感情や観念の同一方向への転換があるっていうんですよね。まあ、わかりやすく言うとですね、心理的に同じものを共有して、一つの方向にわーっと向かっていく集団っていうことですよ。だからね、ル・ボンはこれ単なる群衆じゃなくて、心理的群衆とも呼んでますね。この人社会心理学者ですから。じゃあどうしてね、群衆はそんな風になっちゃうかっていうことなんですけど、一言で言うとね、これ単純を好むからなんですよ。さっきね、思考力を持たないっていう表現もありましたけど、分かりやすいものの方が好まれるんですね。難しいのが好きなんて人はちょっとね、変わった人じゃないですか。一部ですよ。そうするとね、大多数のこの群衆を支配しようとして、指導者なんかはね、できるだけ単純なメッセージを使ってアピールしますよ。だからね、そのコツを学ぶためにこの本、歴史上の指導者たちが愛読したっていうのよくわかりますよね。いや、政治だけじゃないんですよ。マスメディアとかね、企業のまあ宣伝担当の人なんかもまあ昔はこれ読んでたわけですね。まあ、最近はね、いろんなこうノウハウ本が出てますから、わざわざこう古典にね、遡るってことないのかもしれませんけど、やっぱりね、オリジナルにはこう頑丈なる言葉が溢れてますね。ちょっとその辺見てみましょう。そうそう、これこれ。この本の中でも一番有名な箇所ですけどね、これ。指導者たちは主として次の3つの手段に頼る。すなわち断言と反復と感染であるって書いてますよ。そうなんですよね。指導者たちはこう群衆を操るために、まずさっきの単純なメッセージをこうズバリ言い切るわけですよ。断言。これ政治家のスローガンを思い起こしてもらえばわかりますよね、最近でも。そしてそれを何回も連呼するんです。反復。この前のね、衆院選で一番印象に残っている言葉何ですか？新しい資本主義でこう分厚い中間層を構築しますとかというやつですか？それとも格差を是正し、一億総中流の社会をね、再び目指しますみたいなやつですか？違うでしょ。あれでしょ。NHK をぶっ壊す。あればっかり言ってましたからね。いや、私は NHK 出てるんでこうぶっ壊されたら困りますよ。だけど印象に残るのは確かなんですよね。そうするとね、ル・ボンはもう断言反復の後は感染させるだけだって言うんですよ。つまりこう噂を流すかのようにね、こう伝えるっていうことですよね。まあ、ル・ボンの時代で言うとですね、こう酒場なんかでこう労働者に伝えるとバーッと広がるっていうんですよね。まあ、今はネットがありますからね、もうものすごい感染力ですよね。だからそういうのがうまいね、指導者が出てくると、もうナチスみたいになっちゃうわけですよ。さらにね、ル・ボンが鋭いのは、これ別に指導者みたいな人じゃなくてもメディアでもいいって言うんですよ。ある偏った分かりやすい報道、これにネット民が飛びつくっていうのは今でもあることですよね。それで炎上しちゃう。あの小室圭さんのニュースとかね、もうそれしかないかいって言いたくなるぐらいね、もうずっとこう報道されてましたよね。だから現代社会はより厄介ですよね。指導者なき群衆の暴発がこれ日々繰り返されるわけですから、ネットを中心にね。で、問題はどうすればそんな暴発ね、あるいは暴徒化みたいなものをこう防止できるかっていうことなんですけど、ル・ボンはですね、うまくすれば、まあ、群衆にも特性があるので、それを引き出せばいいっていうふうに言うんですよね。まあ、そのためにはやっぱりね、こういい指導者が現れないといけないんですけど、まあ、ネットとかだとちょっと違いますよね。そこでもう一つ言ってるのは、教科書を疑うことでね、判断力、経験、創意、気概みたいなものを養う、そういうことをね、防止策として言ってるわけです。これはできそうな気がしますね。
まあ、ここで言ってる教科書っていうのは、その学校の教科書ということだけじゃなくて、よくね、比喩として、こう、教科書通りになんて言うじゃないですか。あれ結局、まあ、マニュアル通りにっていう意味なんですよね。だから、こう、教科書を疑うっていうのは、こう、マニュアルを疑う、常識を疑うっていうことだと思うんですよ。そしたら操作されなくなるっていうことですね。まあ、だからね、いろんなことを疑わないと私たち群衆になっちゃうわけですが、その疑うときにね、役立つのがやっぱり哲学でしょう。ル・ボンはね、社会心理学者ですから、最後哲学でしょうとは言わないですけど、私言いますよ。いやだから哲学やっぱり広げないといけませんね、これ。みんなが群衆になってしまわないように。どうしたら広がるんですかね、これ。あ、そうか、これ応用すればいいんですね。断言、反復、感染でしょ？わかりやすいメッセージ。だから、あなたの人生に哲学を、これを広めればいいわけですよ。で、最後ね、早速応用しておきます。あなたの人生に哲学を。あなたの人生に哲学を。あなたの人生に哲学を。